えー、11月15日には、えー、インドネシア戦、こちらアウェイで行われて、まあ4対0ですね。まあ、小川光輝のゴールっぽいようなオンゴールが1個あったのと、あと南野選手、森田選手、あとそして最後にはね、えー、もうイエーイってやってました、菅原幸成選手のゴールがありました。あとは11月19日、こちらこの間の火曜日に行われた中国戦、こちらもアウェイでしたけれども、こちらは小川光輝選手のー2ゴールと、あとは板倉選手のゴールなんかもありました。ちょっとこちらもね、あの、お二人と共に、えー、どんな感じだったかなってことを話していきたいと思います。まずは、 谷口選手がこう不在だった上でのスリーバックってこ,っちことになったかなと思うんですけれども、お二方、どう見たかなと思っていて、特にディフェンス面の部分いやまあ谷口もいないけど、うん、そもそも富安と伊藤弘樹もいないと。そうですね。<laughs> まあ割といろいろいない、人がいない中でのスリーバックっていう形だんですけど、はい、まあそういう中でこう2試合で違う選手を使い分けてっていうところ。うんうん やりつつ、まあ、やったっていうところで、うん、どうなんだろうな。まあ、だから、そのネガティブになりすぎる必要はないかなっていうところと、あと、えー、割に出た選手がそれぞれ個性を出したかなとは思ってますね。足岡選手、瀬古選手。 うん、あと町田がね、この、まあ、伊藤がいない中で、秋のシーズンというか、ずっとあのスリバクの左側を担当したと思うんですけど、そういう中であの、ちゃんと、なんだろう、自分がヨーロッパで積み上げてきたものをちゃんと見せて、周りの信頼も素晴らしかった確実に上がってるなっていう印象をすごく持ってます誤解のないように言いたいんですけど、余裕があるなっていう感じが、今のチーム余裕,、うん、余裕を感じるなのあっ。あた、はい こう、最近入ってスタメンに出てきたような選手に対して、その人の個性を引き出してあげる余裕があるというかうん、うん。なるほど。ああ、なるほど。はい。小川幸喜と上田綾瀬が出た場合で、周りのプレーの仕方が全然違うじゃないですか。うん。うん、確かに。二人とも、まあ、上田綾瀬やっぱ斜めにニアに抜けるような動きとか、そういうところで特徴を出したりするんですけど、うん、小川はやっぱファンに流れる方が得意な感じで、うん,うん。まあそれに合わせたプレーをしっかり周りが選んでるし、まあ、逆に言えばそれだけに余裕があるんだなっていうところは、 感じるし。うん、まあ、あとその、古橋に対して鎌田が出したパス。ちょっと足元入ってうまく止められなかったのがあったじゃないですか。あれも、やっぱ古橋の特徴っていうのをすごい見た上でああいうプレイ選んでると思うし、ちょっとタイミングが間に合わなかったからああいう強いパスになったと思うんですけど、うん、まあでも、そういう風にお膳立てしてあげようとか、その人の個性を活かしてあげようっていうぐらいの余裕が今このチームあるなっていうのは感じますね。 なんか見た後、それううこそ中国戦じゃない間違えたインドネシア戦の方でもあの、旗手くんからのロングパスで大橋祐希みたいなのあったじゃないですか、あのオフサイドになっちゃったやつかな。あはいはいだから確かにそう考えると、ストライカーがやりやすいようにとか、ストライカーこういうプレーだもんねっていう確かにそういうプレー多いですよね、全体的にね。うん。 うん、まあ、当たり前なんだけどね。うん,う,んうん。当たり前なんだけど、<laughs> でも、これ、個人、ね、個人個人がアピールしている時期って、多分そうはならないんですよ。ならないですよね。はい。いね、だからもうなんかもう、俺はアピールがっつかないよっていう選手が結構もう多くなってるんで。はい、う,んうんうんうん。さすがに二回り目に来てる代表だから。えー、はい。だからまあ、そういうふうにもできてるんだろうなと思うんですけど。なるほどね。えー、そう。 あとは、まあ、ちょっと今、活躍みたいなところでいくと、まあ、小川選手もありましたけど、やっぱ菅原幸成選手の活躍、あれ、あの得点のシーンなどを含めて、どうでしたかね <laughs> やっぱり、ゼロゼロ世代なです、え、川端さん。はい。はい。いや、ま、やっぱ愛されるキャラだなと思いましたよ。<laughs> <laughs> 的もね、よかった、なんかあのシーンでやっぱり僕はあの谷瀬古がすぐこう駆,けなんか駆け寄っていったのがなんかすごくちょっと涙出るぐらい嬉しかったんですけど、ね、たまたま近くにいたのかもしれないけどね。でもやっぱあの、なんだろう、ベンチメンバーのあの反応を見てると出られない中で菅原、うん、が、どういうふうに過ごしてたのかっていうのがもう透けて見えましたよねそうですね。 そういう選手がいるのは、やっぱ本当に代表チームにとっては頼もしいし、大事ですもんね。あの菅原選手の活躍で、例えば右サイドのところとかで序列変化みたいなって、起こったりしてるとは思いますか、うん、いや、別にゴール決めたから序列上がるとか、そういう、まあまあ、そこはもう、そこはドライに行ってくれないと困るんで。 テストで何点取ったから合格みたいな。うん、そういう世界じゃないないです、ないですね。<勝つ S 2> まあでも、相手が強くなるにつれて、やっぱ守れるウィングじゃないとダメだなってシーンは増えてきてるんで、そういう意味での、まあ相手による序列変化みたいなものは、まあ少しずつ起きてるとは思いますけどね、うん、中での。あと別に森保さん、今回の夫人を貫徹して、これでワールドカップまでずっと同じ形でやるぞとは絶対思ってないと思う。思ってないでしょうね。はい <laughs> これはあくまで引き出しの一つなので、でこういう形の中で菅原の大きい場所が難しくなってたのは事実ですけど、じゃあんで菅原の残し続けたのかっていえば、それだけで戦うつもりはないからでしょそう。ですもんね、はいうん あとは、中国戦のところで見ていくと、最後のところで橋岡選手入れて、あれちょっとフォーバックっぽくなってたじゃないですか。うんうんうん。ああいうので、やっぱ守備的な方を、こう、サイドバック、ウィングバックのところに置いた上でっていうにしていくのも、またやっぱり手なのかなと思うので、複数パターンだから作れてきてるっていう感じで見てもいいんですかね。そうね。複数パターンもあるし、試合の終わらせ方も含めて、こう、いろいろシュミュレーションできるようにはなってるんじゃないですか。で、まあやっぱ、うん、 オースタリカ戦の反省っていうのが根本にはあると思うので、えー、まあ、まあ、ワールドカップを見据えても、やっぱりそういう力関係的に日本が優位になる、まあ、もちろんね、組み合わせ次第なんですけど、えー、出てくる可能性は大いにあるので、でまあ、そういうところで、うん、まあこの、この人は一個の選択肢として守、まあ、っていけるしっていうところではあると思いますね。うんうん、相手が引いて守ってる状況を想定するっていうところではある、うん、なるほどね。うんうん あとは、やっぱり、先ほどもちチラッと出ましたけど、古橋選手に対する評価っていうところで、清水さん。評価ですかうん。こう、なんて言うんでしょうね。今後もというか、次の、まあちょっと時期も空くんであれですけど、3月も呼ばれるかどうか。いやーそれは周りの選手次第ってとこもあるし。<laughs> そうですね。古橋の予算も分かってるんで <laughs>。うん。うん。うん まあでも、今、周りが合わせてくれるから、いつ結果出してもおかしくないような感じはしますけどね。ただ。プレイタイムがあれば。 一つあるのが、まあ確かにもうある程度突破も決めてるからっていうのはあると思うんですけど、いわゆる、もし序列みたいなのを仮につけるんであれば、やっぱり一番手上、センターフォワード行ったら一番手上田綺世、で、二番手小川幸喜なところがあって、で、今回、センターフォワードできる人で考えると綾瀬くんと、あとは浅野選手も怪我で抜けてたりするじゃないですか。そう考えると、ある意味センターフォワード枠で考えたら、まあ、大橋選手、古橋選手が、だからその下、あと細谷くんも、そのあたりがその時点ラインになってくるかと思うので、うん、そう 考えたら綾瀬復帰っていうふうになると誰がそこら辺呼ばれてくることになるのかなってところちょっと気になるなと、うん、川さんえいや誰がってその時点にならないと分かんないでしょ <laughs> いやそうなんだけど <laughs> まずだからね次はねそうなんですよねだから別にこのこのこの台なんかよく まあ、落ちりがちな罠というか、代表は試合がす,すごい少ないので、前の試合で結果出したから次呼ぶとか、出さなかったから次呼ばないみたいな、そういう企画な感じになりがちですけど、もっと長いスパンで森保監督も考えてると思いますし、まあまあ、チーム作りの中でやっているので、まあなんか、そんなにこう序列序列って、すごいね、ミルクサッカーアカデミーはすぐ言っていたしますけど、 そういう考え方はあんましてないと思うんですよね、そもそもね。はい。まあそういう動画の皆さんちょっと好きなんで僕らもちょっと作っちゃうところがあるんですけども。<laughs> <laughs> はい。そうなんだ。宣伝していただいてありがとうございます。<laughs> <え>あとは、あ,とはあのー。そういう見出しをつけると皆さんクリックなさるみたいな。うん、<laughs> みんな大好きなんですね、<laughs> それかね。<laughs> 俺そっちそっちの序列ランキング好きならやっぱりね誰が下がった誰が上がった <laughs> みたいなねあとちょっと気になってることがあるのが次その今ちょっと話したとおり3月ってあるじゃないですか <laughs> はいお二人は次3月もやっぱり同じようなメンバーを呼ぶと思うか森保監督呼ぶと思うか,思うかそれとももうちょい若手を増やすと思うか うん、まあ、怪我人の状況が、ね。まあまあ、そうですね。うん、逆に怪我人が帰ってくると、むしろベテランが増えるかもしれないし。ね、まあ、そこは、ちょっとわかんないですけど。まあ、ただ、うん、あのー、そんな遊んだメンバーにはしないと思いますよ。お、うん、まずは決めないとね。ねそうそう。うん。ただ、いいね、まあ、なんか人人、一人二人えっていう選手は入れてくるかなとも思いますけど。なるほど。うん なんかこう、3月はなんかある程度まだ決まってないからみんな呼ぶ可能性あるのかなって思いつつも、6月はちょっと言ってしまえばこう、ファンの目線からすれば、決まってるんだったら、しかもなんだったらシート破も決まってそうなんだったら、若手見たいよこっちはってのちょっとあるじゃないですか、ちょっと。こっちはね。そう考えた時に、森保そこで若手呼ぶのかでも、ただそこで若手とか呼んじゃうと、次が3月の代表活動の次がもう、 半年飛び越えて9月になっちゃうじゃないですか。あそ,うすそうなると、さすがに飽きすぎなのかななんて6月はね、練習時間しっかり取れるっていう、こう、数少ないところなので、えー、あ,あの、全然ワールドカップに連続させると思いますよ。なんか、<ー>いい代表みたいなのを呼んで、若手、えー、みたいな感じは全然しないと思います。うん、しない。うん、なるほど、ね。あ<の>まあ、そこまで極端にしたことって今まで多分ないっすよね。ない、ね、半分ぐらい、ちょっと混ぜるなのがあったけど。<laughs> そうですそうそう。 ここでね、ワールドカップも迫ってるのに、ファンサービスにしてもね。<laughs> <laughs> あでも僕はそこよりも、人戦はそんなに気になってなくて。今、この、今、ずっと最終戦でやってる構造を相手がかなり読み切って戦ってきてるんで、もう、ここ3、4試合は完全にそういう試合ばっかりなんですよ。はははは固定的な立ち位置なんで、すごくそれを前提にした相手の戦い方をしてるっていうのが気になってて。もう、インドネシアと中国なんて完全に3バックに対して3枚を起点にカウンターするみたいな形が。やってますもん。はっきりしてて。 うん、まあ、バーレーン、次、3月初戦、バーレーンですよね。ええー、そうですね。まあ、多分、考え方的には似たことをするんじゃないかなと思って,てあの3枚の3連星のジェットストリームアタックをどう止めるかってところに。<laughs> <laughs> <laughs> やっぱでも、やられるときはボランチがスカッと外れてたり、ウィングの守れないところが弱点になったりっていうふうにも、う明らかな現象出てるんで、うんうん、その辺を修正していくところを、 やっていかないとこのスーバッグは多分維持できないだろうなって思うんで。だってワールドカップはね、バーレーンはドム3人かもしれないけど、ワールドカップ内でとガンダム3期みたいなのが出てきますからね。ドムじゃなくてね。ドムじゃなくてね。白いやつ3連生なっていうところはちょっとあるのか当事者が一番それは分かってるはずなので。まあそうそうそう、もちろん。で、まあ自分。 は、多分じゃあ、その、ガンダム3機を用してるような国に対してこれをぶつけようとは思ってねえんじゃねえかなか、と。な<ー>はい。あくまでだから、これはこういうチームに対してだからってことでやってるって見方でいいんですかね、やっぱりね。チームに対してまあ、シチュエーションに対してなのなう,んうん。はい、そうですね。まあ、あとね、僕、すごい個人的に面白かったことが一個だけあって。インドネシアがね、 今言ったように3枚でのカウンターだったんですけど、ワントップツーシャドウで。えー、ワントップにウィングを映してきたじゃないですか。ああ<ー>、はい、オラットマンもともと左ウィングの選手は、はい、あれね、僕がカタールワールドカップのスペイン戦でミトマをワントップに置けって想定した形と全く同じで <laughs> あ<ー> <laughs> あ。ああと思って。これ、俺がスペイン戦でミトマでやりたかったやつ。<laughs> <laughs> <laughs> 2年ぶりに思い出して <laughs>、あ、インドネシアが見せてくれたと。<laughs> <laughs> これよ、これ、みたいな <laughs>。外に、外に流れながら縦行って、<laughs> <laughs> あの時、僕がスペインを見てた目線と、うん、インドネシアが今回日本を見てた目線が一緒だったのかって思って <laughs>。<laughs> <laughs> それが面白かったか。いやな面白いですね、めちゃくちゃね。あとちょっとまた2回り目、結構次、あれですよね、二次、この最終予選のラストでまたインドネシア戦うってところがあるから、その時はまたインドネシア、うん、まあその時は、 順位どこになるかとかって思うとまだ分かんないですからね、日本、ね、サウジに勝っちゃったからな,なかやっぱ、<ー>っぱすごかった。あの、<laughs> やった感覚としても強かったし。そうですもんね。うん、国以外全部並んでる感じだから。だから逆に言うと日本戦に大敗しなかった国が抜けるみたいな感じになるのかなっていう。な<ー> <laughs> るほどな二 <laughs> 回り目だから大事ですね、めちゃくちゃね。そういう意味でもね。 Música